道路の真ん中に、これはすごいな、お墓が。岡山県の珍百景候補、道路の真ん中にお墓が立つ光景。幹線道路と並行して走る生活道路に立つお墓。こんなところに立っている理由は何？お墓の持ち主にお話を伺うと。このお墓なんですけど、昔からここにあったんですか？はい、昔からも200年以上ないと思います。この道路のこっちが畑だったんですわ。あ、この辺は全部畑だったんですか？はい、そうです。その昔、お墓は畑に面して建っていたが、50年ほど前、今まであった道が狭かったため拡張することに。その際、行政からお墓の移転を勧められたが、代わりの場所が山奥で不便だったため、役所にお願いして許可をもらい、そのままお墓をこの場所に残したのだそうだ。この通りは付近の住民が利用するバスも通る道なのだが、一方通行の道路ではないため、時にはこのような事態も起きるのだとか。お墓は道路の真ん中にあって大丈夫なんですか？大丈夫。でも今までに2回突っ込まれて、ほとんど倒されたんです。墓地に突っ込まれたんですか？はい。事故は2件とも夜だったので、反射板を設置したのだそうです。道の真ん中にお墓が立つ光景。